です。それではテクニカル的に第5週目を見ていきます。期間は1月29日から月をまたいで2月2日ですね。で、1週間をパーッと見てみますとね、材料的には月火水がテクニカルにものすごく有効で、木金はどちらかというと難易度が高いです。もうこれね、ファンダメンタルの要因がかなり効く木曜日金曜日になってきますからね。それからね、木曜日の朝4時半にちょっと重点って書いてますけども、ここでね、パウエル記者会見があるかなっていうところですね。 FOMC の政策金利の発表などがあるかもしれません。ただし金利の、引き下げっていうのはどうもこの前ね否定されてたみたいなんで、そちらの方はもし変更がなければ特に大きく影響することはないかなと。ただね、やっぱり何が起こるか分かんないですからね。この前お話しされてたのは、ウォーラーっていうその理事の方なんですよ。今回は議長ですから重みがかなり違いますんでね、もしかしたら今回の会合で方針が変わりましたっていうことがあるかもしれませんので、木曜日の朝4時半は要警戒でございます。はい、それで今月足を見ていただいてますが、ここね、まだ陽線の方は未確定なんですけども、特徴的ですよね。陰線と陽線がまるで双子みたいに同じ形、同じ長さになってるじゃないですか。で、今回はこれに当たりませんけども、特徴的なものとしてこうやって値段がぐーっと上がっていってね、ここで見られたように陰線と陽線が同じ並びでこういうふうに出た場合って、実はね、反転を意味することが多いんですよ。だからちょっと変になっちゃいましたけど、こういうふうに行くことが多いかなと。で、逆に安値圏というかね、値をどんどん下げてきて、あるところで陰線と陽線がまた双子みたいになって確定した場合は、反対側に進んでいくっていうことが多いんですよね。これはどこでも使えるんで覚えておいてください。この画像上、この例に該当するものはちょっとありませんけども、出た時には、お、これはと思ったらいいですよね。で、今回はね、ここに出てますんで、特にこれには当たらないんですよ。ただそういう時にどうすればいいかってことなんですけども、このまんま陽線が確定して双子みたいになった場合は、レンジを書く可能性が強いんだろうなというふうに思えばいいと思います。はい、ちょっと小ネタでしたね。はい、そしてこれからなんですけども、動きとしては、下に向かうんじゃないかなってことですよね。これはだからレンジってことで上底ですから、下に向かう可能性が強いってのわかるでしょ。ですんで、全体の方針としてはね、これシンプルに見て、アメリカが利下げをしないし、日本は利上げにいまいちまだね、踏み切れてないってところで、テクニカル的には上の方にどんどん向かうんですよ。ただもうね、行動の限界点来てますんで、介入水域ですから、だから一時的には下がっていくんじゃないかなっていうふうに見るのが第5週目の月足の見方ですね。はい、じゃあ次週足を見ていきますね。週足はどのように解釈すればいいんでしょうか。週足なんですけども、こちらドーンと上がった週が 1,2,3 個続きました。で、4週前は下がってますけども、これは年末年始の影響ですよね。で、市場が一般的なね、バランスに慣れてきた時に、ウォーラー氏の発言によりぐーっと上ったのが一旦止まったんですけども、さらに上昇するような形になりました。さらに日銀の発表により粘り強く金融緩和を続けていく、これも円安の方向に向かうための同じようなね発言になって、でこの3週っていうのは一方的に上昇したってことです。でもこれをただ単純に赤三平って捉えるとちょっと罠にはまるんですよね。こっから先ってのは先ほどお話したようなね例で上がりにくいんですよ。どちらかというと下がっていく傾向にあります。これをテクニカル的に解釈すると、下がりすぎて買い戻されて、買われすぎて売り戻されるみたいなね、こういったトライアングルをイメージすればいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ次は日足を見ていきますよ。はい、日足の方ですけども、もう高度の限界点、もう上の方に行く勢力が削がれてるのはお分かりだと思います。そしてこちら抵抗体に今絡んでるところですね。抵抗体っていうのは正確に言うと一本の線じゃなくて帯になってるわけです。こういうふうにね、この帯でもじゃもじゃしてるってことなんですよ。ここを抜ける力はもう今のところないのかなというふうに、週足とか月足でお話したような理由から私は感じますね。特に日足から4時間1時間とこれから時間軸をもっともっとね、短くしていくと、だん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 ファンダメンタルからテクニカルの方に触れていきます。そうなるとね、見方も変わっていくんですけども、この日足ってのはまだね、ファンダメンタルの要因が強いですから、テクニカルが素直に働かないところがあります。
まあ、その中でもちょっと曖昧な立ち位置ではあるんですけども、抵抗体に絡んで、そして上に、行きあぐねている。かといって下に行くためにはこの移動平均線の壁っていうのがあるということで、膠着状態に入るのかなと思いますね。で、4時間の方です。この4時間っていうのは29日あたりに見ていただくともっと実感湧くと思いますけども、一応ここにレンジがあったわけですよね。もう懐かしいことになりますけど。で、下のマーケットでこれから推移していくかなと思ったら、瞬間的にこっちに飛び出ちゃったわけですよ。で、これが結局レンジでもあるんだけども、これがそのまま抵抗体になってるわけですよ。ゾーンになってるわけですよ。だからこのゾーンに押し戻されて下のボックスに帰っていくのかなっていうふうに29日の時点でね、感じるところです。それを検証するための月曜日になります。ね、このまんま、この抵抗体の中でね、うごめいていって、ここでレンジを作るのか、それとも、すぐに抵抗体に弾き返されて、こちらの147円台でね、レンジを作るのかってことになります。まあ、146円に入っていくっていうのは月曜日の時点ではないでしょうけども、ただ、第5週目ってのをね、1週間で見た場合は、これは147円から、146円の方に推移することが十分考えられますね。まあ、ですので週間トレードはセルというふうに決断することになります。まあ、ちなみに第4週目の週間トレードは大成功ということでした。はい。で、1時間軸ですけども、1時間軸はね、もう完全に横ばいですよ、これね。横ばいでしょ？よくね、FX オリガルヒの基礎教育の中で、このチャートは横ばいなのか、右肩上がりなのか、右肩下がりなのかを答えてくださいみたいなのありましたけど、懐かしいですね。これはもう横ばいですよ。こっから始まった値動きが、だいたい同じところで今止まってるでしょ。で、そういった意味でも横ばいと言えますけども、まあ、上底がここにあると。で、下底が、まあ、ここというふうに引いてもいいのかな。ここちょっとね、えぐれて飛び出してるところですけども。まあ、1時間で見ると、これレンジオプションっていう形になります。そのレンジオプションの中でも、こっちのレンジと、こっちのレンジに分解できるよねってことなんですよね。はい。ということでね、すべてのテクニカル解説終わりましたけども、月曜日はしっかりと午前中は観察するんですけども、多分ね、大した材料はありませんし、すぐに値動きは落ち着くと思いますんで、月曜日からテクニカルでトレードできると思います。そのテクニカルトレードするときのコツってのは、こちらの上のね、147737っていうこの抵抗体の印である赤い線の上で展開するのか、下で展開するのか、これを見極められれば、すぐにそこからエントリーしてくださいってことですね。では、グッドラック。